皆さんこんにちは。これまで母子、学校、地域、職業など人のライフサイクルをたどり保険を学んできました。今回は高齢期です。1、考え方1、加齢と老化加齢現象は時間的な経過に伴って生物に生じる変化の総称です老化は加齢現象の中でも 科学的な対抗性、性有害性の変化です。脳などほとんどの臓器で細胞数や重量が減り生理機能や運動機能が低下します加齢による機能の低下の症状が老年症候群不活発な生活で心身の機能を十分に用いない状態が続き機能がさらに低下するのが汎用性症候群ですサクセスフルエイジング 大きな個人差も老化の特徴です。老化や過励を病的・否定的に見るだけでなく、前向きに見る考え方。サクセスフルエイジングは1950年代に現れ、1980年代から一般化しました。ルート・カーンは、老化を通常の老化、ユージャルエイジングと、成功した老化、サクセスフルエイジングに分けることを提案し、成功した老化では病気や障害が見られず、 認知機能・生理機能が高く社会との前向きな関わりがあるとしましたその後初期のサクセスフルエイジングの定義が高齢者の内面への配慮を欠くことや成功しない老化はどうなるのかなどの課題が指摘され一歩進んだサクセスフルエイジングの考え方アクティブエイジングヘルシーエイジングポジティブエイジングプロダクティブエイジングなどが出されています。2社会への影響 高齢化の動向、終戦後の1950年日本の高齢化率は 4.9%20 人に1人が高齢者でしたその後1975年に 7.9%2013 年25.1%現在4人に1人以上が高齢者です65歳以上人口老年人口は1975年883万7,000人から2013年 3189万8000人へと増え、65歳以上の単独世帯は、1975年の61万1千から2013年、573万へと9倍以上になりました。日本の高齢化は、高齢化社会として知られるスウェーデンの4倍もの速度で、歴史上前例がありません。寿命平均的にあと何年生きられるかを示す平均余命は、 集団の健康水準を考える上で大切です。生まれた時の平均余命、ゼロ歳児平均余命、期待生存年数が寿命です。寿命の長さよりは質、特に健康で生きられる寿命が大切です。あるレベル以上の健康状態での期待生存年数として、健康寿命を用います。あるレベル以上とは、日常生活、 ADL を行う際に障害のない状態、日常的に介護を必要とせず、自立した生活ができる状態です。健康寿命は先進国の健康目標とされ、健康日本21も健康寿命の延伸を目指しています。WHO によると、2012年現在、日本人の平均寿命は男性80、女性87年、 健康寿命は男性72女性女年です。健康状態、有訴者率、病気やけがなどで自覚症状のあるものの割合は国民生活基礎調査によると男20から29、女10から19歳で最も低く、以後は年齢とともに増加し、65歳以上では男。 439.9、女486.6となります。65歳以上で多い訴えは、腰痛、手足の関節が痛む、手足のしびれなどです。歯の健康づくりは、80歳で20本以上の歯を保つを目標に、8020運動が推進されています。介護、 高齢者では心身機能低下のために日常生活動作に介護を要するものが増加し2013年度末には全国の介護保険認定者は583万人となりました介護が必要になる主な原因は国民生活基礎調査によると要介護者の場合脳血管疾患21.7%認知症21.4%高齢による衰弱は 十二点六パーセントでした。認知症。認知症は正常だった脳の機能が低下し。記憶や思考への影響が見られる病気です。要介護、要支援認定者中。認知症高齢者数は。二千十年二百八十万人。六十五歳以上人口の九点五パーセント。八十五歳以上だと、四人に一人以上。認知症が見られます。 受領と医療費厚生労働省の患者調査2011年で受療率人口10万人当たりの受療患者数を見ると入院では男女とも最高は90歳以上で男が8,909女が9,965最低の10から14歳に比べ80倍以上外来では最高は男80から84歳の 1> 1万 3, 女75から79歳の1万3803でした1人当たり国民医療費は65歳未満の17万5000円に対し65歳以上は72万1000円でした3高齢者への社会的対応1高齢化に対応した 福祉の歩み全市民、特に社会的に弱い立場の子どもや障害者など、また高齢者に最小限の幸福と社会的援助を提供する理念が福祉です。福祉の原型は古く、日本では聖徳太子建立の救済施設秘伝院8世紀まで遡ります。弱石救済に 努力が払われ、恩恵、慈善、措置的性格があります。現在の福祉は、児童福祉法1947年や、老人福祉法1963年が定めています。高齢者への国の福祉戦略には、長寿社会対策対抗、高齢者、 保険福祉推進10カ年計画、ゴールドプランがあります。介護は福祉・保険・医療に共通の重要な課題で、2000年には介護保険法ができました。老人福祉法と介護保険法は条文が密接に関連し、福祉と介護が一体として老齢期を支える発想が読み取れます。 予防と医療費確保を目指した老人保険の歩み福祉的な発想で医療費が無料になったら何が起こるでしょうかまだ老年人口が少なかった1973年老人医療費支給制度無料制度が始まりました結果として高齢者の受領と医療費が飛躍的に増大し無料の維持が困難になりましたそこで将来の高齢化社会への対応を 健康面から開始したのが、老人保健法1982年です。老人保険法は高齢者の医療と医療費の確保を図り、高齢期の疾病予防を保険事業、予防、治療、機能訓練などとして体系化しました。目指したのは国、都道府県市町村、保険者、サービスを運営・提供する社会組織の 三者による老人医療共同負担制度です。1960年代からの胃がん・子宮がん検診は、老人保健法の保健事業となり、肺がん・乳がん検診も加わりました。その後、がん検診は1998年に老人保健法から外れ、今は健康増進法の元にあります。21世紀、さらに高齢者が増え、その 心身特性や生活を踏まえた医療と医療費の確保が求められ医療制度改革大綱2005年ができました2006年には老人保健法が高齢者医療確保法へと改正され75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度長寿医療制度が生まれました介護保険の誕生終戦後の1950年 人口ピラミッドは広い裾野を持ち、日本はまだ子供や若者が多い若い国でした。高齢者は少なく、将来の高齢化社会がどのようなものか、みな気づきませんでした。人々の意識が変わり始めたのは、1970年代。72年出版で同年のベストセラー、有吉沢子著、高骨の人、その一節を朗読します。 老人ホームに入れちゃゃえばいいじゃないじなか。耳の奥でドラが鳴ったような気がしたんがアキ子は急いでしゃべった「そうねそうだわねじゃあサトシからパパにそう言ってくれないママから言うわけにいかないからどうしてだっておじいちゃんはママの仕トだものママから言い出すわけにはいかないのよおじいちゃんとママとは他人ですものわかるでしょだからサトシから言ってちょうだいうんどうなの言えばいいんだろう言うよ 秋子はちょっと心がうつろになった具合で慌てて買い物カゴを下げるとぞ蔵から目を離さないようにしにくどいほど頼んで外に出たこの本が出た当時介護は家族の責任で介護の公的サービスは存在しませんでした当時の老人ホームは身寄りのない高齢者ややむをえない理由で家にいられない高齢者を収容する施設「おじいちゃんホームに入れたい」 などと思ったとしても口に出すことは考えられませんでしたそのような時代に出たこの本は人々に衝撃を与えました人々は自分を登場人物に重ね合わせて本を読み家族介護の限界や認知症への関心が高まりました深刻化する介護の課題に対し国を挙げての検討が進み特にドイツの制度を参考に介護保険制度が発案され 介護保険法2000年が施行されました4現在の制度1医療増え続ける後期高齢者75歳以上を74歳未満と切り離し独立した医療保険制度後期高齢者医療制度が生まれました高齢者医療確保法2006年によります 都道府県ごとに保険者、後期高齢者医療広域連合が置かれます。誰でも75歳以上になると、それまで入っていた保険、国民健康保険や被用者保険からこの制度に移ります。75歳以上に加え、65から74歳でも保険者が認定した場合は制度が使えます。医療費は後期高齢者からの保険料。 10現役世代からの保険料からの支援金40%、公費50%で負担し、受診時の自己負担は費用の1割、現役並み所得者は3割です。次は福祉。高齢者福祉は、老人福祉法1963年によります。発送の中心は措置。福祉サービスを行政が措置し、対象者は 与えられたものを受け取ることで成り立ちますしかしこれでは選ぶ自由がなく競争も生まれず財政圧迫も生じますそこで介護保険法が2000年にできた際それまでの措置の発想老人福祉法に新たな契約の発送介護保険法が組み込まれました現在の高齢者福祉サービスは介護保険法による契約サービス 保険が中心です。被保険者は介護保険料や自己負担分を払えばサービス在宅福祉あるいは施設福祉を選ぶことができます高齢者が福祉サービスを求める場合介護保険の適用を優先しますが65歳以上でやむを得ない理由から介護保険が使えない場合は同じサービスが福祉の措置老人福祉法によるとして 提供されます例として介護老人福祉施設と特別養護老人ホームは同一ですが介護保険での入所は施設との契約老人福祉法での入所はホームへの措置と扱いが異なります。3介護ままず概要20世紀後半まで 家族の自己責任だった高齢者の介護を社会の責任で行う画期的な制度が介護保険です介護保険法2000年ができ社会保険としての介護保険制度が始まりました保険者は市区町村です要介護状態の人に対し能力に応じた自立生活を送れるよう支援します 介護保険サービスの費用は自己負担1割を除いたうち約半分を公費税金で残りの半分を被保険者の保険料で賄います誰でも40歳になったら被保険者として保険料を支払い始めます利用できる被保険者は第1号と第2号に分かれます 四十から六十四歳までの人は第二号非保険者です。保険料は健康保険料と一緒に給与から徴収されます。老化が原因の特定疾病により要支援要介護状態になった場合は介護保険を利用できます。六十五歳を超えたら第一号非保険者です。保険料は年金から転筆か納入通知書によって納めます。 保険料は市町村ごとに本人の所得に応じて決められます。要支援状態、要介護状態になったら保険を利用できます。介護保険の判定まず、利用者、非保険者が市町村窓口に申請します。市町村は利用者宅に調査員を派遣、認定調査票により利用者の心身の状況を聞き取り調査します。 続く一次判定では認定調査の結果をコンピュータ分類し要介護認定など基準時間を推計しますこの結果一次判定をもとに介護認定審査会が二次判定すなわち最初判定をしますがこの際は主治医の意見書も必要です二次判定で介護サービスが不要な場合は非該当必要な場合は要支援 1>, 1から2、要介護1から5の7段階に分かれます。ケアプランとサービス、要介護度1から5の場合、段階に応じ、利用者個人ごとに介護サービス計画、ケアプランを立て、サービスを選びます。利用者自らがケアプランを作ることもできますが、通常は介護支援専門員、ケアマネージャーに作成を依頼します。 選択可能なサービスとして、施設では介護老人福祉施設、介護老人保健施設などが、居宅では訪問介護、通所介護、短期入所、生活介護などが利用できます。要支援1・2では、介護予防の取り組みが重視され、介護予防ケアプランを立てた上で、介護予防の小サービスを選びます。非該当でも、 介護予防が重視され、市町村の実情に応じたサービスがあります。ケアマネージメントケアマネージメントは、サービスと人をつなぎ、介護予防の効果を最適化する考え方、その中核機関は地域包括支援センターです。市町村が設置し、保健師、社会福祉士、ケアマネージャーが配置され、 高齢者や家族の相談、虐待への対応、ケアマネージャーへの助言指導などを行います。我が国は、介護保険の創設で常識を変え、超高齢化への社会を挙げた対応を進めてきました。超高齢化社会は、高齢者の英知を生かし得る社会でもあります。このマイクロレクチャーは、一人の語りが中心ですが、実際の授業では、後半、学生が様々な質問を行い、 それに対しボランティアの皆さんが経験や思いを語りますこの対話型事業を始めた10年前ボランティアの皆さんはもっと若かったのですが今は主力が60歳を超えました世代を超えた対話から明日への見通しが生まれます